深谷県大学、入試課におります松田と申します。キャリア支援センターの土井と申します。授業料が、1年に比べて半額なので、だいたい国公立の授業料と同じぐらいの額になるというところが結構2部の最大のメリットになっていて、同じクオリティで同じ科目を4年間受けることができるというところも2部のいいところかなと思いますね。で、基本的には、現役の学生さんが多いようなイメージになってます。昼間勉強をしている、授業を受けている学生さんとはやっぱりちょっと違うアルバイトができるっていうのが結構面白いところだったりしてて、図書館、本がすごく好きだっていうことで朝から夕方まで図書館で働いたりしてる人もいました。一緒に働く層が例えば主婦層だったり年配の人だったりとか、こういろんな層の人と一緒に働ける時間帯にアルバイトができるっていうのが2部のいいところかもしれないですね。確かに、それはあると思いますね。就職に関して言うと全くありません、全くないね。全くないですね。ないですね、民間企業も公務員も2部だからこう就職できないっていうことは全くないので、1部も2部も変わりなく就職しています。学食とか購買、学内にあるもの、そういう施設は7時半まで基本的には空いてます。2部の学生の授業が5時50分から始まって1校目は7時20分に終わるんですけど、そこでちょっとこう飲み物とかお菓子を買ったりっていうことももちろんできますし、もし授業が1校目なくて2校目から、いわゆる7時半から授業っていう場合は、夜ご飯を食べてから、授業に行くこともできます。あとは例えば図書館、図書館は10時ぐらいまで空いてます、夜は。あと部活とかサークルももちろん2部もありまして、だいたい部室も10時ぐらいまで空いてますね、今こうやりたいことって決まっていなくてもそれは全然OK だと思うんですよね。キャリア支援センターでもそうですし、いろんなこう職員とか先生とかからこういろんな話を聞いたり、相談したり、大学のサービスをこうフルに使って1部の学生も2部の学生も自分のやりたいこととか進路とかをこう決めていってこう羽ばたく、今特にこうはっきりしてなくて悩んでることがあるかもしれないんですけども、大学に来てこう生活しながら楽しいことをこう見つけていくっていうのもありなんじゃないかなと思います。もしかするとこの動画を見て初めて2部を知って人とか、もしくは2部は知ってたけど少し不安なところがあるとか心配なことがあるっていう人も多分いると思います。ただ、そこは安心していただきたくて、2部は、1部と全く変わりのない、授業、そしてサークル、時間帯、ライフスタイルが変わるだけでそれ以外は同じです。ですので、ぜひですね、選択肢の一つとして、見ていただければと思います。 you